おはようございます。7月22日、この3日間ずっと朝しんどかったんですけど、今日が一番しんどいです。今日ね、ゆうべ薬の影響かなと思って薬を飲まなかったんですけど、そしたら全く寝れなくて、夜中に薬を飲んだら全く目が覚めませんでした。日に日にしんどくて、これ、ね、やばい、もう受けないといけないけど、やばい、ちょっとねきついです。正直しんどい。でもおふくろがご飯作ってくれてるし、ご飯食べないといけないし、もうしんどい。本当、このしんどさたまりません。